おはようございます。2024年7月の13日、日本、ハワイは7月の12日になりました。デイリーコーヒーの質問時間です。今日もよろしくお願いします。コネクションプラクティス基礎コース1、2、3、昨日を終了しました。本当に学びが深くて、私自身も学びが満たされたし、皆さんも学びや意味や超越や成長やいろんなつながりなどたくさんのニーズにつながって感動の中終了しました。私は今日お祝いのキリン T シャツを着ているお揃いです。けんちゃんにもあるからね、持って帰るからね。お揃いで着ようね。ああ、いいね、コネクプラね。そうですね。本当に何回やっても違うんだよね。もうメンバーが変わると毎回教えてるこちらの教科書とかスライドは同じです。しかしメンバーが違うと私から出てくる言葉は違うし、事例も違うし、もちろん受講生さんの事例が違うので、毎回違う、多様性も満たされる。何回やっても飽きない。楽しかったです。すごい変容が起きて、お顔が変わった人が、まあ、特に変わった人、名前は言いませんが、まだ来た時と3日目帰る時、別人のようだなという人が何人か、それも嬉しかったですね。今日来てるかな、なんかこの時間に、3日間じゃない、4日間、5日、長い人は5日間いた人もいたんですよね。これ、あきこちゃん？リュウできないけど、あきこちゃんですかね。喋れますか？もし喋れごめんたら。なさい、間違えてあげちゃいました。失礼しました。あきこちゃんって東京にいるんですよ。実は宮崎、なんていうかな、宮崎あきこちゃんって、今度ね、9月の認定を受ける、あきこちゃんは、ファシデビューをして、ジャッカルの言葉で言うと見事にやったっていう私の感想ですけど、本当に初めてのファシリ、戸惑いいっぱいあると思うし、大変だったと思うけど、あ、みーちゃんがいるね。みーちゃんも、よしこちゃんもいる？あ、よしこちゃんいる。はい。で、もし喋れたら少し喋ったい。喋れたら手を挙げてね、当てるので、喋れるよっていう方ね。みどりちゃんもよしこちゃんも昨日までいてくれました。はい、あ、よしこちゃん手を挙げてくれてる。あ、じゃあちょっと呼びます。こちらに来てください。どうだったコネプラ兄さんまで受けてみて。はい。よし。はい、おはようございます。大丈夫です。付き合ってたから。どうぞ。なんか、今家に帰ってきて、ほんと別世界っていうか、なんか意識がちょっと変な感じ。自分だけ変わっちゃって、変わっちゃっなんたの。か、この世界がちょっと今変な感じっていうか、ぼーっとしてるっていうか、なるほど。はい、キでリンのす。世界から外に一歩出たらジャッカルの世界に戻ったっていう、普あ、通。そういう、夫との会話で久しぶりに 違うと思って、ジャッカルいましたね。普通の会話は、いい悪いじゃなく、本当にアイコールです。まあ、いい悪いとかね、そういう判断して暮らしてますので、私たちは常に。するんですけど、多分この中では最後の方の3つぐらいの枠は全部ね、感情とニーズぐらい言うなという私の命令のもとにですね、これはコネプラではありませんが、命令のもとにみんな感情とニーズ以外言わないっていうのを一生懸命ね、一生懸命。普通に戻ったらリラックスしてください。はい。イーズっていうのがあってね、今日ちょっと言おうと思ったんですよね。何が大事ってね、気楽さがすごい大事なんですよね。あと、ありのままとかね。ありのままの自分を愛するとか、受け入れるとかね。で、呼吸をして、気楽さを吸って、気楽さを吐くって、ちょっとやらなかったの。後悔してるんです。最後、外に出たら、もうコネプラの世界ではないのでね。この世界に戻った時に違和感がすごいあるんですよ。
ってなっちゃうので、でその時に、なんで共感してくんないのとかってなると、そこでまた争いが生まれるのでね、新たなね。はい。コーヒーランスをまたやっていきましょはい、ありがとうございました。う。自分の話はまたいつかね、できる時になったら、はい。あなたが言ったことでどんだけ感動して、どんだけ泣いたかっていう、本当にすごいワークを見せてくれてありがとうございました。ありがとうございました。小物さんが満たされています。はい。みーちゃん、ラスールのみーちゃん喋れるのかな、顔出してたから刺しちゃおうかな。みーちゃんは、来てくれたんですが、その日、ちょっとたまりの、トレーナーラーニングセッションがあったんで、早く来てくれたんですけど、結構私が来るときに買い物行けないから、そうめん買ってきてってお願い、ヨガとネギを買ってきてもらったんです。それをなんとギリギリまで私たちがパート2のね、道が終わらなくて、ランチの準備ができないのをさ、察してやってくれたんだよね、あれね。言ってた、やっといてた。ある程度準備されてて、置いてったら、もうお湯を沸かしたりとかもされていそうらっなしんゃっでたのす。で。もうね、そうめんができていたんですよ。私の超越のポイントの一つです。ビルに降りていったら、そうめんが茹でてあったっていうね。飲んでないんですよ、何も。以心伝心っていうか、緑みちゃんのこう、何ですかね、直感と貢献のニーズからでしょうか。自然にやったね。おはようございます。たまたま早く行っていいかなと思いながら、朝一緒に家族と一緒に出てっちゃった方が、何回も行くのも送り迎えしてもらうのも大変だからと思って、朝行っちゃっていいやと思って行ったことが、まさかああいうふうにな展開になるとは思わなかったので、もう以前の私だったら、早く行ったら申し訳ないっていう気持ちでいっぱいで、でね、何をしたらいいんだろうって思って戸惑って、いただろうけれども、まあやれることをやっとこうかなぐらいの気楽さで、あ、そうめん茹でといてって書いてあったから、そうめんこれでいいのかな、茹でて、この道具使っていいのかなとか、いろんなこと考えながら、まあやっとこうって思って、でもなかなか 降りてこなかったから、いいのかな、いいのかなと思いながらも、あ、まあいいや、やっとこうできることだけっていう、その気楽さで、いいこのこかでどうきかたら、取られないので、でした。あどりうがぞ。とうさがすごく良かったなって思っています。ありがとうございます。長いのうちかな。そうだよね、大丈夫だ。あ、みっちゃん喋ろうとしてる？なおさんの家からだよね、きっと。みっちゃん喋ろうとしてる。喋ろうとしてる。ああ、なんと、ラスールとラスール構成がいる。喋って。みたいな、ラスル候補生にちも認識されてるんですね。やばい。そういう話から聞いたので、助けてないから、本当かどうかは知らない。はい、みっちゃん。です。おはようございます。今、なおさん家で海が見えますか？海は、わ空は、からない。奥の方で。あれがどこ海、だ？海わかんないけど、海が見えるんだね。今、外で。きちんとデイコーヒーに出てまいりました。嬉しい、イエーイ。まあ、そうだね。あ、他にもいるよね。誰もか。ひかちゃんがいるんですよ。ひかちゃんもいるんだよね。コーヒー仲間の、が集まって、四国の、何県だか、香川県。そうです。香川県にいます。味温泉です。温泉なの？味温泉というところの地域の名前です。温泉が近所にあるようです。温泉地にあるとこって言ったらすごい行きたくなるんですね。めっちゃいいとこです。ちょっとね、うちの近所の温泉はちょっと高いから毎日行けないんだ。あ、時間になった。はい、また続けて、いきますね。頭が、まっすぐして、手のひらが胸のあたり、軽く目を閉じて、ハートフォーカスです。いいかな、こんな感じに。いいです。アンナにコーヒーの。Well, we'd like to invite you to daily coherence. Just feel your head above your heart, above your belly.
Put your hand to your chest daily and close your eyes lightly if you will. Out focus. 意識を下へ下へ下ろしてあなたのハートに集中します。Bring down all your consciousness from your head to your chest area. Focus all attention to your beautiful heart. 呼吸。まるで心臓から息をするように普段よりゆっくりと深く呼吸します。Breathe a little slower and deeper than usual, as if you're breathing through your own heart. それは5秒で吸って5秒で吐きます。Breathe in 5 seconds. Breathe out 5 seconds. You breathe. Heart feeling. Heart feeling of appreciation. あなたのハートを感謝で満たします。Fill your heart with the feeling of appreciation. ありがたいなという感謝の気持ちで、ハートと顔が笑顔になります。You can make a big smile in your heart and on your face.With the feeling of appreciation. When you feel your heart is filled.When the energy of appreciation extend that energy to your whole body. その時、気になる場所があれば、そこに感謝を向けます。And if you have any parts of your body with concern, you can just focus your energy of appreciation to those areas.全身が感謝で満たされたら、Feel your heart is filled with the energy of appreciation. Radiate all the people around you. あなたの家を感謝で満たします。Fill your house or room with your energy of appreciation. You may invite your family members and friends into your heart.今、コヒランスに参加している一人一人に感謝を送ります。And then extend your energy of appreciation to each one participating in this daily coherence at the moment. 一人一人に健やかさ、心の平安と思いやりを送ります。
That extends your energy of well-being, peace of mind, and compassion as well to each one on this call. と健やかさ、平和と思いやりのエネルギーで一つになります。Now just we are united as one with the energy of appreciation, well-being, peace, and compassion. そのエネルギーをあなたの町の人へ送ります。And extend that energy to the people of your town. And sing it. あなたの国の人へ送ります。Extend that energy to the people of your country. あなたの大陸の人へ送ります。Extend that energy to the people of your continent. 地球のすべての人に送ります。Extend that energy to all the people on this planet. 私たち全員の感謝、健やかさ、平和と思いやりのエネルギーで地球を包みます。And embrace our other Earth with all our energy of appreciation, well-being, peace, and compassion. まあ、地震、戦争、暴力の影響を受けている人に安心と安全も。And extend your energy of safety and security to all the people affected by the earthquakes, wars, and violence. そのエネルギーを地球のすべての命に送ります。Then extend that energy to all the living beings on this planet. そして空へ、宇宙へと送ります。And extend that energy to our sky and universe. And finally, bring that energy back to yourself. Keep heart focused breathing. でお互いというそこに生きるすべての今宇宙とつながったなと感じたら目を開けて If you see, we all get connected with each other, the earth, all the living beings there, our sky and universe, with all our energy of appreciation, well-being, peace and compassion, slowly approach. からブレイクアウトルームを作りますので、で、自己表現したい方はそちらにぜひ行ってください。行く行かないは自由です。そして、昨日このつながりの家でね、一緒にいた方で喋れる、自己表現できる方はここで続けてしてほしいなって思っています。